おはようございます皆さん、大晦日です。時刻は8時12分となっております。今日はここじゃん、毎度おなじみ能勢電鉄は妙見口駅へやってきております。今日はここからですね、はいどうぞ。じゃあなんとこのバッキバキに割れた GoPro9 から、11に買い替えたんであります。はい、はい、ちゃんと撮れてるんでしょうか。イエーイイエーイワオイエーイ。コースは？やばい、コースは？ね、いつもはこれを左に行くんですけど、はい、今日はこっち右に行って、はい、右に行って天台山、天台山ちょっと遠回りですけど、はい、天台山コースで妙見山の方を目指します。はい、で途中にベンチがありますから、そこで今日の美味しい、おお、そうなんですよ、ちょっと初の試みなんですよね。はい、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。よーウォーチーチーン。第3コースって書いてるよ。そうやね、こっちが初谷コース。ガタンガタン。なんか高野山みたいやな。時刻は8時41分、距離は 1.8 キロ、はい、分岐にやってきました。吉川峠です。はい、ずっと舗装路だったんですが、はい、ここから、山に入るみたいですね。はい、はい、行ってみましょう。お、書いてますね。おー、一番なんや。うん。地図を見ながらでも違うコースに来てしまいました。地図見とるよね。何見とんねん。いやでも広々したいい道ね、この道楽しいよ。うん、そうやな。予定より短くなるらしいです。残念。やっほー。えらい急になりましたな。まあ山やからね。めっちゃ清々しいね。すごない、この朝日が当たる感じが、この世の始まりって感じ。
それを通ってくる予定やって。あ、なるほど。ここにも書いてあるで、9番って書いてある。ここそうやね。へえ、予定とは違いましたが、すごいいい思いをさせてもらいました。こっち行くんですかね。はいはい、はい、天台さんですかね、これですね、はい、これちょっと分岐間違えないように要注意で、うん、9番です。9番そう、まだ全然思い出さない。まあ、だいぶ急ではあるな。おお、まあ、これで登山や。相変わらずいい道でありますよ、これは、はい、歩きやすい。ありますか。あります。んで木がやっぱりね、すごい綺麗にね、元気に生き生き立ってるからね、うん、歩いてて気持ちがいいよね、木漏れ日が。まさかこんなコースがね、妙見山にあるとはね。一回通ってますよ。知らんね。ほんで向こうのコースは車が車道が常に近いからさはい、はい、なんか車の気配があるけど、こっちはね、なんか静かな山を楽しんでるって感じよね。遠くにかすかに聞こえる電車の音が、なんか高野山を彷彿とさせる感じでね。同じ山とは思われへんよ、うん、っていう感想です。パラパラパパン。はい、ところで純喜さん、はい、アルバイト頑張ってはるらしいですね。あの学校給食も無事ね、休みですね今。そうなんですよ、年内の2022年の給食最後終えまして、今休みになってるんで、はい、アプリでね、はいはい、単発バイトをいろいろ行かせてもらってるんですけど。タイミーですね。タイミーですね、はいはい、シェアフルっていうアプリもあってね、ほうほうほう、両頭使いで行ってるんですけどね、はい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 、でその中で最近印象的やったのが、はい、リュウジさんのリクエストにお答えして、ヒルトン大阪のエグゼクティブラウンジの、ヒルトンプラザエグゼクティブラウンジ、何すんねんっていう。プラザ違いますよ、ヒルトンプラザはまた別、ヒルトン大阪、ね、ヒルトン大阪。そうなんですよ。何すんねんって感じだな、ね、バイキングタイムがね、5時半から始まるんですけど、はいはい、その時にやっぱり料理を補充する係の人がいるじゃないですか。必要とされるじゃないですか。あれが割と体力使うしね、行ったり来たりすごいんですよ。それのお運びさん役をやらせてもらったんですよね、うんうんうん、やっぱりなんか外国人の方がすごく多くって、うん、あ、世の中コロナも落ち着いてきてね、こうやって日本に来てくれる外国人の方たくさんいらっしゃるんやな、うん、でやっぱり飲食関係で思うのは、やっぱ足腰強くないとあかんなと、うん、で重たいものを持てること、うん、やっぱり食器もね、高級であればあるほどなんか重さがあったりとかするんでね、あ、やっぱ体が資本やなっていうふうに思いました、うんうん、で皆さんすごいね、お酒もお料理も楽しんでいただいている様子がね、うん、見ててこっちも元気をもらえるって感じですかね。エグゼクティブっていうからには、何でしょう、スイートとかに泊まってる人が使うようなところなん、ラウンジなんですね。もうね、このプチケーキとかもすごい美味しそうなの、何種類かあって。外人が多かったんですね。もう私見たとこ8割9割だったのが外人さんでしたねね、今日のスペシャルのデザート、これは何の素材でできてるんだいって聞かれて、お、いや、あらかじめそれはね、聞いとってから、アポムースって言いました。アップルムースやったんですね。アポムースって感じですかね、はい、頑張ってありますね、はい、楽しいですよ、はいはい、以上です。はい、あったよ。そうきた。めっちゃひっそりとした山中やな、これ天台山640m、はい、ホラポスプチ登山タッチやりました、はい、イエーイ、登頂イエーイ、イエーイ、はい、戻ります。はい、写真撮って、はい、今日のおやつ、一口餅、なんか栗味らしいですわ。これを、なんか餅はね、歩いてる時にね、食べやすくていいよね。クリアンが入ってます美味しい、美味しい。この発電所のところの、このピンクのテープのところ降りるみたいね、はい、なんか寒くなってきたな、これ、うん、冷えてきました。なんか風が冷たくなったな。え、
風が冷たくなる、ね、はい、19番です。時刻は10時01分、はい、距離は 5.7 キロ、車道に出てきました、はい、ポコン。これもしかしていつもの妙見の道ですかね。そうやで、びっくりする ねここに出てくんねん。ここやん、ほら191番って書いてあるやん。わーおー、うん、なるほど、うん、いつもこれは美濃から舗装路で走ってくるときに通ってくる道です。なるほど。で、法輪寺から山道入ったらこっち側の道に出てきます。これは知らんかったね。え、だいぶ前に来たで。すごい素敵なあれやったわ、冒険やったわはい、車道に出て今200番。200番、昔リュウちゃんとね、ここで初めてリュウちゃんと一緒に走ったぐらいの時ねいつになったら着くねんってずっと下から言うからねだいたい200番やで200番やなだいたいやで実はここからまだ結構あんねん山頂までだ。おい、200番になってもまだ三宅さん着けへんから怒ったんや懐かしいね、どういうことやっていう200番はい、202番になりました。ここに我々の昼食会場があります。おいイエーイ、貸し切りであります。あ、でもちょっと椅子ぶっ壊れてますけど大丈夫ですかね。竜谷川自然の森、これどこから入んの。ここや、おー、テーブルは生き残ってるけど椅子がぶっ壊れてますよ。ほんまや椅子が壊れてましたはい、こんな感じです、はい、ここで今日の美味しいの昼食会場です。よいしょ。いけるんじゃ。さあ、何ができるのでしょうか。久々やからね。つけれなかった。チャックも。チャックも入れてなかった。じゃーん。大阪王将。これ餃子。今日の王将は餃子です。凍ったまま油も水もなしで引くと。ほんまに大丈夫。いやいやいや、そう書いとんねん。ほんま、ほんまや。へー、やるやん、お世話。手冷た冷凍なんですよね、これね。で、イエーイ、イエーイ。タレは作ってました。おー、タレね、酢2に対して醤油1で、ラー油をちょろちょろっと垂らして、これ100均で売ってるドレッシングなんちゃらですね。こんな感じに焼けてきてます。サップ、もう上着るもんない。すごいね、これ羽付き風になんねんな、これで。あったかジンキッチン。私先に食べてもいいんですかね。いただきます、はい、ちょっとよく焼けてるであろうこの辺から。うん、まっうまっうまっうまっ、食べてるかも、はい、うん、うん、餃子や何やその感想アホか何や思とんねん、シューマイか。なしっかり焼けてるわ、うん、すごいね、やるやん。ちょっとエビピラフを持ってきたんで、うん、これ焼いた後はエビピラフでいきたいと思います。うまっ、幸せ。
もう焼けるまでまだかまだかと思って首を長くして待ってたんやけどね、うん、このコンロすき焼きに続き2回目外で使うとほんまにな宝の持ち腐れやようやく使えたわ。ピラフを投入しました。まだジューとはほど遠いけどね、ちょっとずつ雪解けの何雪解けのバターの香りがなんせね初めてなんよこの試み、うん、だからやっぱりね冬場はねもう家でほかほかにレンチンしたのを保冷バッグに入れて保温してきて、うん、温め直すぐらいの方がええと思うわ、うん、まあ、やってみなわからないねこういうのもね。この第1回のこの失敗話っていうのでね、うん、ちょっと面白いかもしれない、まあ、失敗っていうほども失敗じゃないよちょっと寒いだけで、うん、ほんでホットコーヒーかなんかを魔法瓶に入れといてこういう合間に飲めるようにしておく方がより楽しめると思います、うんうん、まあ、当初はね餃子にビールとか言うとったんやけど絶対ビールなんか飲まれへんなあ。ほんでこの人さっきのコメントな餃子や言うてたけどあれの意図は焼いてる最中なんか餃子らしくない冷凍餃子やったから一口口に入れた時にほんまに餃子の味がちゃんとするっていう意味の餃子らしい。なんやそのコメントって言って今聞き出したらそういうことらしいですわ。皆さんそういうことです大きに、はい、通訳大きに。家のバーナーがさなかなかできませんエビ頑張れって感じ。かなり体は凍えてきます冬のクッキングってこうよねもう食うてみますわ。もう寒すぎてこれ以上待てませんわ、はい、いてつくわ、こういう時のためにジョギーンして、もう待ちきれないことだよ。おー、いただきます。うん、あったまってる。ほんま、うん、あったまくやがっかほんまかいな。ほんまやってあったまってる味の感想はどうなんですかね。うん。うん、5回目ですけど。うんしか言われへんらしい。あら。それしょ、あれやね。餃子のタレ入れたまんまいっちゃってるからね。あ、バクバク食べてるって美味しいらしいで。いや、ちゃんと熱々なってるよ。うん、まあ言うときますけど、皆さん冬に凍ったまんま持ってくるのはやめましょう。うん。11時6分、はい、ようやく撤収いや寒かったなこれ。苦痛のランチやったな一生懸命頑張っとんねんバーナーああ寒かった寒かったな、うん、いやできるまでじっとして待ってなあかんっていうのが結構つらかったな、うん、いややっぱ家のねバーナーとは火力がちゃうからね、うん、舐めとったらあかんな。次やるんやったらちゃんと温めてから持ってくる。はい、はい、時刻は11時9分こっち見てっていうことやったらまっすぐの矢印やと思うんだけどこうしてあるから多分ここを登ったら尿検査いけるんちゃうかなと、はい、行ってみましょう。ちょっと初めての試みなんでね、はい、っやってみましょう。行ってみよう。おまけにその看板塗り直したばっかりで新しかったし嘘ではないんやろ。出てきた。さあ出るわな。ああでも新しい道楽しかったよ。道理で誰も行かんはずやこれは。U ターンだよ。お父さんみたいなもんやろこれ。めっちゃ無駄。道路出てきました。明日に21番。うん、これを行くと明日にコース。
11時27分、はい、鳥居が見えてきました、はい、ああ神々しいな、ああ、あそこにもいっぱいベンチあるやん、うん、そこでもよかったね、うん、そうや、めっちゃ分かりやすくしてくれてるよねロッカークラブ中メーター、ミョンケンさん、パフタッチやりました、こんだけ書いてくれとったらミョンケンさんやって分かるよね分からん人もおんねん、それがそうや、私たちこのでっかいのが三角点を持ってはる人もおんねんちゃうで、これはえらい立派な三角点の印つけはったんやないで、こんな三角点時刻は11時51分、はい、ねえ、当初予定は大道越えで帰る予定だったんですけど、まあ、なんだかんだで上杉尾根が景色いいしね、うん、もうさっさと降りようということになりました、そういうことですわ、はい、もう冷えましたしね、はい、はい、距離は 9.5 キロ、はい、下山開始です、はい、上杉尾根15番から、はい、行ってみよう、さっさと降りようチェンチェレチェチェン、落とした、はい、ジンクさん、はい、2022年を振り返りまして、はい、一番思い出に残ってる山はどこでしたか。ああ、それね、はい、やっぱり33軒山かな、この間のそれ、記憶に新しいだけ違うんですかね。いやいやいや、景色がやっぱりすごかったって。熊ですか。いや、景色を、あの予想だにしないあの、あ、それとね、あの青葉山も良かったね。あ、でその後行った若狭湾の見える山も良かった。野坂だけ、うん、そうそう、どこもかしこも本当にこうつけがたい。野坂、青葉、33月全部福井県の方やからね。いやー、うん、やっぱり遠征するだけあって、この辺とはやっぱり違うね、山陽 だとかね、うん、空気の香りだとかね、うん、一言で山って言ってもやっぱ全然ちゃうよね、植生も ね、はい、もう落ち葉とか紅葉とかも本当に色とりどりの絨毯っていう感じでね、本当に綺麗なものいっぱい見れて、本当に幸せな一年やった。第1位、あ、ちょっとこうつけがたい、つけがたい、あ、ブッブー、手と足どっちが大事ですかって言ってるよ、もブッブー以上です、はい、やっぱりこの道が一番好きやね、うん、数ある妙見の道で、あ、でも今日のあれも良かったよね、の1位の道も、8番やな、ここ確か。そうや、ここで紅茶とパン食べた覚えが9番か、9番ですね、うん、あったかいね、うん、ようやく身も心もほどけてきたねなあここが良かったんちゃうか、餃子5テーブルないもんだって。そうやな、うん、ここで分かれへんから、あ、海が見える。12時33分。距離はちょうど12キロです。今の真似したるわ。なんやねんそれ。リュウちゃんの真似や。みんなやってんよ。めっちゃ似てるで言うとけど。はい。時刻は12時49分。距離は 13.1 キロ。はい。なんとうまいこと一周して戻ってこれるコースでしたね、これ。ほんまやね。ね。うん、
このあの寒さ薄やったんかっていうぐらい暖かいですね。2022年のぼり納めです。はい、まあいろいろね失敗してみるとね成長もないからね。はい、はい、また懲りずにやりたいと思います。はい、それでは皆さん良いお年をお迎えください。はい、今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。まったね、まったね。ちょっと映っとるんやろうな私ちゃんと。はい。2両編成。